読み物1自己紹介私はマナです。今年の4月にタイのバンコクから来ました。今東京の日本語学校の学生で19歳です。日本語学校は府中にあります。学校はあまり大きくないです。しかし新しい建物です。学生は全部で60人ぐらいいます。タイの学生だけではありません。 いろいろな国の学生がいます。インドネシアの学生もいます。メキシコの学生もいます。みんな私のいい友達です。寮は学校のそばにあります。学生はみんなこの寮にいます。寮は私たちの日本のうちです。私たちは毎日食堂で一緒にご飯を食べます。そして体育館でバドミントンやピンポンをします。私は タイで10ヶ月ぐらい日本語を勉強しました。しかし、学校の勉強のスピードはとても速いです。日本語は難しいです。毎日朝から晩まで勉強します。私はこの学校で1年間、日本語や数学などを勉強します。来年の4月に大学へ行きます。そして、大学で数学を勉強します。